はい、いつもご視聴ありがとうございます。はい、今日はですね、天の声、天の声でですね、江北みなもさん、に行きたいと思います。はい、センター北とね、中山は行ったので、江北みなもさんに行きたいんですね。で、まあどうなるかわかんないですけど、それで、あれですね、前電話したんですよ。電話したらですね、もう日曜しかやってないっていうね、驚いてなんですよね。はい。まあまあ、わかんないですけどね。何回も聞かないとわかんないですけど。でもね、前土曜日ってね、休みだったからね。はい。ということで、今日何回目なんでしょうね。はい。はい。もっとね、ストリートピアノ増えてほしいですね。ちょっとね、あとね、あそこの、立川の、あれはね、あれは私もいいですけども、まあ、あそこね、もう喫茶店のような感じですからね。立川のね、ストリートピアノね。はい。はい。グリーンスプリングスさんね。はい。まあ、あともう一箇所あるんだけどね。まあ、コクーンさんはね、あれはまあ飲食店だからね。うん、はい、そういうことでですね。昨日ね、ラフロールさんね。ちょっと聞いたらね、うん。やっぱりな、ラフロールさんの音はですね、小さい音で弾けばね、いいような気がしてきましたね。はい。はい。そうそう。強く弾きすぎんだよね。もっとね、ちょっとね、その辺もですね、また研究してみたいと思いますね。はい。江北みなもさんね、行ってね、あそこのピアノもいいですからね。はい。はい。まあ、中山もいいしね、センター北か。うん。もう なんだか分かんなくなっちゃいますね。はい。はい、どうも、すいません。はい。いろいろね、音の違いをですね、研究してですね、それでまた気が向いたら今度都庁にね、都庁にも行きたいなと思う。久しぶりにですね、はい。都庁のピアノまた違うんですよね、全然ね。全然違うんで。でね、結構響かないんですよ、あれね。響かないんですよ、都庁ってね。うん。そうそうそう。はい。音を吸収しちゃうんですね。うん。まあでもね、それでもね、うん。そうそうそう、高中正義さんの曲弾いてね、都庁のあれ結構再生されましたもんね。あのセカンドチャンネルね。はい。はい、どうも、すみません。はい。はい、また情報がね、他に弾けるとこがありましたらね、どうぞお教えくださいませ。はい。はい、コメントもね、外国の方いっぱいつけてくださってね。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい。